名古屋からアニメを。2019年度の完成を目指し、名古屋を拠点に初めて本格的なアニメ制作が始まる。そんなアニメの制作風景を裏側まで全て見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。アニメのお仕事教えてスペシャル。アニメ制作について一から学ぶことができるこの番組。今回のテーマは監督の仕事について。監督のお仕事はとにかく大変なイメージがありますが、監督ってもうどのセクションも全部顔出してるの？はい、そうです。なんかずっと監督がちょい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 出てきてますよね。ちょいちょいセクションセクションの話す分、監督が、はい、監督が見てて、はい、とか、はい、そうそう、ずっと見てなきゃいけないんだ。逆にそのセクションの意味合いも知らなきゃいけないんですよ。技法的なとこだったりとかも。そういうことですよね。まあ、総監督全部やんなきゃいけないわけだもん。でも技法はさすがに一人の人間が全てのセクションの技法を全部熟知するっていうのはまあありえないんで、やっぱり それぞれの監督って名のつく人たちが知恵を振り絞ってこれがいいと思いますっていうのを出してもらって、それを監督がこれすごくいいですねっていう風になってっていう、まあ、それで知識を得ての繰り返しになるんですよ。なんかこうやって考えると監督って超偉い感じするんですよ。超偉いと思う、ね、誰でもなれるんですか？多分なれるなれるの？あの実はあの他の監督さんでもあのアニメの監督は監督をやらせてくれる環境さえあれば誰でもやれるって言ってる人がいるんですよ。そうなんだ。でもそういうね重要なポジションに、うん、あのその辺の人捕まえてきてやってくださいって言ったっていいものできるわけがないんで、そうですよね。結果あの任命されればできるだろうけれども、任命されるまでのルートが非常に困難なのが監督です。この監督に登るルートが昔よりも今すごい増えてるんですよ。昔って、ね、動画から入って原画やって演出やって、まあ、コンテも書く監督もやりますっていう風なこう正当なルートが一つ、まあ、これが今でも一番多いと思うんですね。でも制作さんから入って絵は描けないんだけれども、その後、まあ、デスクに上がってプロデューサーに上がってみたいな、まあ、そういうルートがあるんですけど、この制作から入って監督を目指していく人もいるんですよ。はい、演出さんになって、監督になる、はい、じゃあ、 あの白箱の太郎くんはあれって正しいわけですね。まあ、そうですね。監督になる、なれるかどうかの気質はさておき、あのルートも多いんですね。制作進行って、頭からお尻まで関わるじゃないですか。そうです、スケジューリング全部やって。そう、ってことは全てのセクションに関わるから、やっぱりね、あのいろんな人とも関わるし、知識も得るので、で監督に上がりやすい。上がりが、上がるルートもある感じです、ね。その時に人脈も培えますもんね。各セクションぐらいでね。確かに全部の窓口になってますもんね。そうそうそう、そっかそっかそっか。じゃあ監督目指して入るぞっていう人は結構制作進行から入る人は多いと思うんですか？それが最近変わってきてるからね。そうなんだ。どのあたりが変わってきているのでしょうか？例えば菅井くんは本当に CG クリエイターとして 3D 屋さんから入って今監督ですよね。で神山さんはもともと美術から入ってるんですよ。なので今はなんとなくそのどういう形でもこの業界に関わってあの一角のね頭角を表してくると、それがまあ縁でこうどんどんね、撮影監督からとかもありますからね。ありますね。でもともとなれなかったんですか？もともと監督、監督ですか。最初あの慣れるとは思ってなかった。最初本当、CG 監督が最後のゴールかなって思ってたんですけど、まあでもいろいろやっていくうちに、まあ、全体のなんだろう、 CG って何でもやっぱ最後まで作れちゃうんで、一つの作品一人で作ろうとか作れるんですよ。まあ、そういうのもあって、まあ、監督やれるかなっていう自信は出てきましたけどね、途中から。監督目指します。どうなんですか、もうだってね、CG 監督だって4年前はニートだったんですよね。そう、今となってはもう歴としたもう CG 監督、まあ、そうなんですよ。4年前は4年後の今の自分を絶対想像できてなかったわけでしょ。そうですね、できないですよ。さあどうだこれ監督。いやでも
こまたあれですけど、アニメそんな分かんない。来た、鋭いカミソリのような発言が。4年間ずっとね、こう職人としてやってきたっていうのが分かる。野心は何ですか？野心は。野心はまだ上手くなりたいんです。技術的なもの。ああ。どんどん上手くなって、まだ貢献したい。その作品に貢献したいしかないので、なるほど。言ってまだ4年ですからね。まあまあ、まあ、確かに確かに、普通だったら下積みのまだね、レベルのまだ自分の腕をこう磨きたいっていうのはやっぱありますよね。あ、なるほど。次回はプロデューサーのお仕事について教えてもらいます。お楽しみに。